デューデンビュッテルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のシュターデ軍に属す、町村である。デューデンビュッテルは、ザムトゲマインでヒンメルップフォルテンの一部をなす。首湯であるデューデンビュッテルの他小集落のグレーフェンモアとバンセンモアがこの町に属している。この集落の最初の記録は、1059年7月20日付のブレーメン大司教アーダーベルトの文書で、 デュドネブヤトリーという名で記述されている。この中で、修道所リーカーがデューデンビュッテルのブレーメン教会の所領について語っている。1132年に、シュターデ博は創立間もない制御ル力修道院に土地を寄贈した。その中にデューデンビュッテルの農場が含まれていた。また、1204年に、ライン宮中博、ハインリヒの文書に、 ネネンブヤトルという名で記述され、1334年の大司教ブルギャルトの文書にも登場する。ヒンメルプ・フォルテン修道院は1418年にデューデンビュッテルに所領を拡大した。1500年頃にはフェルデンの陶規模にデューデンビュッテルの7つの農場が記録されており、その後の100年間に新しい小さな農村集落や小規模農場が形成され、 その数は倍になった。1633年に二人のデューデンビュッテル、出身者と思われる女性が、オルデンドルフの大司教裁判所で、魔女裁判を受けた。デューネブルクとミュンスターの軍勢による、シュターで包囲戦の際、1675年に、デューデンビュッテルは甚大な被害を受けた。七百十五年に、首揺から、現在の連邦道 b 十三号線沿いに、 約2キロメートル離れた場所に数軒の農家が集まって、グレーフェンモア小集落が形成された。1764年の大火でリューデンビュッテルの大部分が消失した。この大火の後、寄付によってリューデンビュッテルに初めての学校が設立された。1772年、リューデンビュッテルに農業改革が行われ、リューデンビュッテルの全高地に対して、 ジャガイモの作付け指定がなされた。1821年には、ハノーファー王国の農業改革が始まった。1830年に、湿地の小集落バイセンモアが創設された。1834年には、デューデンビュッテルを通る幹線道路が建設された。1895年、デューデンビュッテルは、オルデンドルフの教会組織からヒンメルプホルテンの 教会組織に改変された。1853年にグレーフェンモア地区にオランダ風車ギャラリーが開設された。この風車は火災にあった後、1874年と1896年に二度再建されたものである。1994年から1995年にかけて修復された現在の風車、アマンダは、 リューデンビュッテルの保護文化財となっている第一次世界大戦の戦中、戦後に、デューデンビュッテルとバイセンモアは、東プロイセンからの難民を引き受けた。1929年に、バイセンモアは、自治体デューデンビュッテルに合併した。第二次世界大戦では、戦争捕虜が召集された住民の仕事を引き継いだ。戦争末期デューデンビュッテルは、放火にさらされた。 戦後は、旧ドイツ東部領土からの避難民がデューデンビュッテルに住み着いた。1972年から、デューデンビュッテルはザムトゲマインでヒンメルップフォルテンに参加している。地名の語尾の、ビュートルは、バトリーという単語に由来する。この語は、居住地を意味する。この前半部は、ドゥード、または、ズダという人名から生じたものである。すなわち、この集落名は、ドゥド、または、 ズガという人物の居住地、または農場にちなんで名付けられた。リューデンビュッテルの長下界は82席からなる。基部は銀字に赤い3本の炎。その上が青字で金の馬六、蔵をつけた馬に乗る金の兜を被った銀色の騎士が描かれている。このデザインは1754年3月29日の村の火災にまつわる伝説に由来する。その直後、 下あげから白馬に乗った騎士が火災に襲われたデューデンビュッテルにやってきた。彼は村に着くと堂々とした声で叫んだ。これまでだ。そして二度と怒るな。その後、彼は二度と振り返ることなく、ヒンメルプ・フォルテン方面にギャロップで駆けていった。この町の旗は同じ幅の水平な二本の帯からなり、その中央に紋章が描かれている。 1948年に創設されたスポーツクラブ SV リューデンビュッテルのファウストボール男子チームの成功はリューデンビュッテルを有名にした。1977年からこのリューデンビュッテルのクラブチームはファウストボールのブンデスリーガでプレーしている。このクラブにはテニス、卓球、体操といった種目がある。1984年からは乗馬クラブもある。 リューデンビュッテルには2009年時点で12社の農業業者35件の営業、小売業者がある。この町を連邦道 B73 号線が通っている。この道路はシュターデやハンブルクとこの町を結んでいる。ハインボッケルとは群道57号線で結ばれている。ありがとうございます。